震災で大きな被害を受けた女川町なんですけれども、なんとかこの町をしたいと思っている人もいっぱいいます。その方たちの頑張ってるところとか実際に見ていただきたいので、実際に来て女川の空気を感じてください。そして女川の美味しいものを食べてください。そして女川に何回も来てもらいたい、そういう思いがありまして、こういうマップを作ってます。震災前は女川町日本一にもなったくらいサンマの水揚げがありました。なぜかというと、女川は目利きの町なんですね。で、いいサンマは高く買う。だから船の方でいいサンマが取れたと思うと、女川の方に持ってきてくれるんですね。それで女川はいいサンマが集まる町です。で、震災の前はこういうサンマの料理マップを作って周りの方にアピールしていってやってたんですけれども、震災を機にちょっとそれができなくなっていた。港の方もだいぶ破壊されましたし、で、今港の方もだいぶ良くなってきました。水揚げも、震災前よりは少ないですけれども、どんどん上がってきてます。で、ぜひ女川町に来ていただいて、女川町のサンマを食べてほしいという思いでこういう料理マップを作りました。そうですね、この中で1店舗だけは震災後にできたお店がありますが、そこ以外は震災前から女川町内でお店をやっていました。で、被災してないお店も県ありますけれども、ほぼ皆さんお店の方は津波に飲まれてる方ですね。で、仮設のお店で今みんなやってます。例えばサンマラーメンっていうのは昔からあるものですし、女川町民も秋になると楽しみにしてますし、女川町民はそうなんですけど、外部の人に塩ももっとサンマを食べてほしいので、いろいろこのお店を本当にこのマップを持って回っていただければなと。特徴はですね、女川のサンマはこう持った時に立つんですよ。こうくにゃってならないんですね、新鮮なのは。そこが一番の特徴だと思ってます。で、塩焼きが一番多いんですけれども、刺身とか、あとぬたといって、酢味噌で味付けしたものとか、そういうのもすごく美味しいので、ぜひ食べていただきたいです。ただ新鮮じゃないとできないので、女川に来て食べてください。